西新川です。本日も頑張ってまいりましょう。川野農園さん、ありがとうございます。はい、昨日ジャムさんですねの茎タッチの使用について回答いただきました。あの、ジュート紐、バインダー紐ですか、麻紐ですね、あれ垂らして茎タッチでいけるかってことで、川野農園さんもう使ってますと。最初からちょっと読み上げますね。茎タッチアルファ使用してます。茎を圧迫してしまいますが、付け方をいろいろいろんなやり方で試してベストな止め方をマスターしましたよと。ちなみに S 使ってます。まあでも頻繁に茎タッチを上げていって、上げて細い方に上げていってるってことですね。なんかちょっとメガネが曇ってるかな。あったですね、今日はさすがに関東農機に4時間ぐらいいて、ずっと外、ほぼ外にいたんで、花粉を結構もらっちゃいましたね。目がちょっと充血してたりして、ちょっと花粉が限界値、あの、骨がもやっとしてきて、ぼーっとしてくるんですよね。あ、ちょっと話がついちゃいましたね。自分は麻紐を垂らして茎タッチ使用してますが、問題ないですよと、がっちり噛みますと。皮膚噛んだらめっちゃ痛くて、痛いぐらい強力です。わかります。私も試しに噛ませてみました。さすがにあの、私昔、誘引ピンチで耳とか挟んでましたけど、茎タッチでやるとやばいなと。もう、指に挟んだ感覚でわかりましたね。やるぞっていう振りではないです。はい。多分無理ですね、あれは。ではでは、星屑サラウンドグッドってことですね。ありがとうございます。はい。ってことで、ジャムさんよろしいでしょうか。はい。川野村の応援さん、ありがとうございます。それとですね、昨日、あの、洋さんかな、あの、もみ殻じゃない。もみ殻か、大量投入したら窒息が起こして、あとで、ちょっとやそっとじゃどうにもならないって件について、銀スポさんと TMT さんから、はい、確か、はい、こちらですね、サルパー S、はい、ここにあります、土壌改良、微生物資材ということで、まあ、これ自体が菌体資材なので、それを投入すると、まあ、爆発的に菌が動き出して土壌を健全にすると、ここにあるかな。作物生育に適した栽培環境が作られますってありますね。その時のこれなんですよ、生のもみ殻、はい、1トン入れますと。で、粒あんを40キロ入れてください。米ぬか入れてください。で、分解期間を6から10ヶ月分解して土壌が改善されると。はい、最初は私これ土壌消毒なのかなと思ったら違うんですね。土壌消毒後にこのような施肥をして土壌を作物に適した状態にすると。で、このことかなと、ニスポさんと TMT さんおっしゃってたのは、はい、まあこういう、まあ資材があるということをちょっと頭に入れといていただいて、はい、そう。そして銀スポさんですね、毎年もみ殻軽トラ3台分入れてますよと。これが先ほどの、あの、サルパーの使用。サルパー入れるときに、硫黄入れてますと。はい、先ほどあった通りですね。窒素かなり使うみたいですねと。そう。硫黄を入れないと、窒素飢餓を起こすと。要するに微生物が全部食い切っちゃうと。うん。っていうところに繋がってくるのかなと。あの、サルパーの土壌改良、微生物資材と。で、茎タッチってトマト用の大きいものがあったと思いますよと、違ってたら申し訳ありませんって、あります。あの、24ミリかな ?24 ミリじゃない。24ミリか。でかいやつもあります。そして TMT さんですね、微生物大暴れですねと、ただ長持ちする有機物入れないと、その後、あの、持続しないようなと。もみ殻投入だけでは飢餓は起こりにくいと思いますと。菌がいなければってことですよね。うん、そこに発酵促進、カルスとか菌体資材とか柔らかい有機物、米ぬかとかで爆発的に微生物が増えることで起こると。そうなんですよね。先ほどのサルパー、それからカルス、うん、同じ、ほぼ同じですよね。これ同じか、中身、会社が販売元が違うだけで、カルス、サルパー、うん、ってことなんですよね。だから今の私のところはそうではないんじゃないかと。そうなんですよ。その場合でも計算して窒素入れれば問題なくて、そう、硫黄入れたり、大量投入で問題なのは
三層分布を無視したことによる乾燥害の方かと。これ三層分布、以前あれですね、あの NSD さんかな、情報提供いただいて、一回動画で読み上げたことありますね。ちょっと忘れてました。まあ簡単に、まあ文献出てくるんですけど、三方、まあ知ってることは、知ってる方はあですね、ここですね、ここ土は粘土、砂、有機物などの固体と水および空気からなっていますと。土壌の三層分布とはこれらの性質を数字で表す表現の仕方です。はい、三層とは固層、液層、気層っていうことですね。固層はなんだ固体、液層は水、気層は空気を意味しということですね。で TMT さんおっしゃりたいのは、要するに生のもみ殻入れると乾きやすくなるとっていうことですよね。水はけだから、結構こっちで水はけの悪い土壌とかに結構大量投入とか、まあ、部分的に通路に突っ込むとかで水、まあ、吸わせる目的、あとは水はけを良くしたりとか、要するにそういう目的で結構使うことがあるので、あまりにも大量にぶち込むと、特に乾きやすい土壌とかだと本当に乾いてほしくないのに乾いてしまうと、ってことが言いたいってことですよね。なるほど。でそこに微生物とかを大量に投入しちゃうと、有機質だから大量に投入しちゃうと窒素気が起こすと。まあその辺はちゃんと考えてやらないといけないと。そうで、私の場合がちょっと謎なんですよね。もうほぼもう限界ですね。もういや、明日ちょっと私は懸垂と、懸垂者の BNA 液か、微量要素、鉄多めの、それをちょっと薄く余命散布しようかなと。明日明後日ちょっと天気悪いんですけどね。おっと、ミニトマオさんからちょっと面白いものを、あ、でもレビューが星一つになってますけど、エンペックス気象計、適切な放射、温度と湿度から放射を表示する計測器ですね。3480円、こんなの出てたんだ。ちょっといいかもしれないですね。私このまああれも買おうと、土壌テスターでしたっけ、 EC 簡易的なやつ、土に刺すやつ、あれも欲しいなと思ってるんですけど、まあ先立つものがなくていろいろ変えてない部分はあるんですけど、これ面白そうだな、すぐにでもちょっと欲しいですね。放射、まあ私の場合放射20とかいっちゃってるんで、多分今日キュウリくん、新キュウリくんダブル回が今日導入されましたので、そこで見たら放射22とか出てましたね。その辺との整合性を見るためにもこれいいですね。ちょっと欲しいな。使ってる方いますかね。ミニトマオさんからの情報提供ですね。ありがとうございます。サンラインにクキロックも使えますと。クキロックの方もですね。なるほど。はい、先ほどのエイペックス気象系、アナログですが分かりやすいので、見て楽しんでますと。ありがとうございます。こんなもんあったんですね。放射。なるほど。そうして、そうですね、トモさん、買おうと思っているのはもっと安いやつ、スマートセンサー、ミニ音質度データロガー、 Bluetooth 音質度レコーダーってのが Amazon で3000円程度、環境制御で収量が上がる作物じゃないから高性能のやつは買えませんということで、これも見ました。これですね、携帯に飛ばしてグラフで見れると、値段がまあちょっと4000近いですけど、これですよね。まあこういうのをちょこちょこ入れて整合性合わせていくっていうのも面白いですね。Bluetooth なんですよね。しかも。あの、新キュウリくんダブル会話ですね。Wi-Fi なんですよね。だからちょっと一回、データ通信をオフにして Wi-Fi で繋げる形。
でこれも Bluetooth オンにしとけば Bluetooth で見れちゃうと。データ通信をオフにしないといけないのかな。うん、それ大丈夫か Bluetooth なら。いや、これも音質ですね。これで CO2 とか、なるほどね。こういったものもあるんですね。確かにこれ、ね、であればお手軽、お手頃ですね。温度、湿度。そしてここに放射も乗ってくるといいですよね。これ気になりますね。これ緑の部分が、深い緑が最適、黄緑というかちょっと淡いのが許容範囲っていう形。なるほどね、これ欲しいな。明日あたりアマゾンでバンバン売れちゃいますかね、もしかして。それからお師匠様ですね、生育が悪い方だけなら 500g かなということで、はい、今日午前中チューブ灌水しました。 500g サクッと。そこに懸垂車の微量溶素液ですね、懸垂車の、それと伊上溶水1リットルかな、1リットルぐらいあったんで、ありました、500かな、微量溶素も入ってますんで、伊上溶水にも。はい、これちょっと様子見ですね。ちょっと夕方見たら若干色がこっくりしてきたかなというところはありますが、なんか芯詰まりみたいな感じになってきちゃってますね。それから陽さん、もうわかるでしょ、豆乳は豆乳の予測変換って。分かってますよ。分かってて、そこをあえてこういうのがシャト農園なんですよね。多分軽く流すこともできたんですけど、まあそういうちょっと罠に引っかかった感じがありますね。でそこから話をちょっと広げようと思ったんですけど、広がらなかったという。ちょっと鼻水垂れてますか私。ちょっとですね、目がなんかしばしばしてますね。で窒素飢餓は炭素率の高いものの大量投入で起こるんでしょう。だから今回は違うようなと。そう、炭素率の高いもの、生の、だから話に出ている生のもみ殻とかですね。でそこに私結構菌体資材入れたんでってことなんですよね。だけどあの炭素率の高いものっていう、まあ不熟なものですよね、生のは大量投入してないんで、そんなに、まあ、爆発的に増えてはいないのかなと思うんですけど、私あの中央と北側には化成肥料とか、あとは元小屋の息吹ですね、その辺の窒素分を食いつぶしちゃってる可能性もあるのかなとは思ってます。そう、実験も大事だけど、一畝ごととかでいろんなことすると一つのハウスを均一化するのは大変そうです。ごもっともな意見です。パイプハウスをキュウリラボにしてみたら、僕のアスパラボみたいに、お股の間のおちんこちんこちんちんですがってことで、高子さん返信、ようちゃんシャタッチはまともに取り違えたね。まともに取り違えてないですってさっき先ほど言った通りです、はい、豆乳豆乳、根が真面目だよ、私たちはすぐわかるけど、いや私もわかってましたって。ごめんね、私たちって、私たちの頭はあさってまで飛んでるのかね、くるくる。陽さん返信、分かった、嬉しい。高子お母が髪の毛紫にするなら僕もしよっかな便乗させてください。陽ちゃん、いつのものメンバーで60代以上で米し合っている、めちゃくちゃよ、頭使わないと分からないことまで変換してくるカラスの動画で紫色、ここがちょっと私も分かんなかったですね、読んでて。カラスの動画で紫色、カラスの動画でグー紫色、ニコー。銀スポーさん、もみ殻大量投入で、あ、またもみ殻とやっぱりあれですね、豆の乳を入れるんですね。やっぱ豆の乳とか入っちゃうと、やっぱりよからぬ虫とかも、出切り虫ですか、大量に増えますと。汗入れるたびにきちんと対応しないと、定食した苗が次々なくなります。涙、ネギは太くなってもガツガツ食べられますよと、ネキリムシ。だからサルパーとか、カルスでしたっけ、でしっかりこう、でも関係ないか。そうですね、もみ殻気をつけないといけないですね。
なんかですね、高子さん、銀スポちゃん、ネキリムシってネギまで切ったり食べたりするのですか、勉強になった。そうなんですね、ネキリムシか。ネキリムシこれでいいんですかね、左上の。カミキリムシとかと違いますよね、幼虫ですよね。これでもあれじゃないですかね、どうなんだろう、必ず入ってくるんですかね、もみ殻の中に。どうなのかな、私も、まあ、譲ってもらってもみ殻突っ込んだことはありますけど、このネキリムシが増えた記憶はないですね。山積みにしてぶっ積んどくと結構卵とかが植え付けられちゃってるってことですかね、もしかしたら。まあ気をつけますね。だからそう、燻炭にしちゃうとか、そうすれば間違いないですもんね。で、ヨウさん、もう一つですね、僕はアサヒモ派、撤去の時環境に優しいから茎アッチアルファ使えますよと。緑、これ薄紫じゃないですか、緑。緑っていうのはこれは色のことですかね。一応再度見返したんですけど、赤っぽい、ちょっと薄、そう、薄紫と水色と白と黒。昨日私白と黒とか言っちゃいましたけど、薄紫と水色もあったと。ただ緑は発見できませんでしたね。特注ですかね、ヨウさん、もしかしたら。ご自慢されてる感じですかね、緑使ってるよっていう感じですかね。それから3位ってことと。3位ってことなんですね。下は何人いるか知らないけど、3位ってことですね。講演会頼まれるとこだったと、丁寧に断りましたけどと。日中忙しくなるから朝の寒いうちから徐々に再度開けていたのがうまくいった原因なのかなと。湿度の管理なんてできてないから、面白くなってきた。なるほどね。朝から湿度、まあ寒くなるけど湿度を抜いていったってことですね。暑くしすぎないと。トマトってあれですよね、高温になりすぎちゃうと35度とか35度、リコピンが生成されなくなるって本当ですよか、なんですよね。だ、涼しい状況、換気を積極的にしていくと、それがそうかもしれないですね。そしてジャムさん返信ですね、ヨウさん、朝日も行けますか、私も土に帰る日も使いたいと思ってたんです。なるほど、キタッチアルファの M の白色を使って見ようと思います、ご教授ありがとうございますと。あ、もうこちらでもヨウさん、そっか、朝日も派か。なるほどなるほど、ヨウさんと川の農園さんからあったんですね、申し訳ございませんでした、ヨウさん。そっか、僕ここで住んでたんですね。なるほど、まあでも一人よりも二人ですよね、二人より三人使ってよかったっていうことが、使えるっていうことは分かった方がいいですもんね。ちょっと私正直感傷、今後ちょっとひどくなるかもしれないですね、ぼーっとしちゃってちょっと脳みそ回ってなくてですね。銀スポさん、私も朝日もです、誘引バサミも使いませんよ。わー、そっか、なるほどね。くるくるするのがめんどくさくて、あ、ヨウさん、くるくるするのがめんどくさくて朝日もいいけど、たまに切れるのが怖いところをガクガクガクブル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 ってことですね。確かに、で、銀スポさん、確かにそれが面倒なんですよねと。切れて落ちるのはしようと考えて諦めてますと。あ、なるほど、クリップも使わずに、ま、紐で巻いちゃうってことか。ん、あ、それですよね、直で巻きつけちゃうってことですよね、朝日も。郵便バサミも使わないってことは、銀スポーツさん。なるほど。ありがとうございます。ご教授、ありがとうございます。そして、ヨウさん。成長点付近はトップメイトでトマトですけど、トップメイトは私も使ったことないな。安くて便利ってことですかね、トップメイト。こういうやつですね。500個入りで3000いくらとかですもんね。500個入りで、3380円とか。先っぽの方か。新先の方ですね。トマト屋さんは皆さん使われてる感じなのかな、トマト。はい。ありがとうございます。情報提供。はい。それから銀スポさん、黄色いのは何のかの微量要素不足じゃないんですかと、4面散布で対応ですってことで、明日やろう、先ほど言いましたよね、明日。懸垂と BY 液、懸垂者の微量要素液ですね。そう、根っこも
動いてはいるんですけど、なんかちゃんと栄養吸収してない感じなんですよ。だから冠水しても、まあ、今日しましたけど、いまいち吸ってないのかなと。だったら上からかぶせるしかないんですよね。で、動画をちょっと何日か前にお休んだ時に、実はあの未来プランのミラクルマジック、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、キュウリ用ってやつと、あとは葉っぱのお医者さんかな、それも葉面散布とかしてて、栄養素は微量要素とか葉っぱからやってるんですけど、でもそれでもなんか改善されてないっていう、バンザーイって状態ですね。ただ明日やってみます。懸垂まだやってないんで、うん。それからゴメストンダさんですね。生育の悪い木は雌花を見たら全部落とすといいのかもと。一つの屋根の中で生育に差がつくなら、生育の悪いところと株元冠水とか、マルチの中って乾いてないかな、マルチの中でチューブが折れてて水が出てないとか、可能性だから違うかもしれませんと。がと、根の痛みなら元気になるまで通路冠水にする私ならですけど、生育が順調でないところはすごく悩みますよね。早く成長しますようにということで、ご心配かけて申し訳ございません。根っこは結構伸びてるんですけど、上に伸びてこなくて黄色くなっていると。で、今までやったのは尿素を葉面散布300倍、過酸化水素水もチューブ冠水しました。そう、それから今言ったミラクルマジックだったかな、それと葉っぱのお医者さん、それからいろはコートもやりましたね、うん。で、今日OKF1500g、 それと微量要素下から流しました。チューブ完成、うん。で、ちょっと変わったかなっていうところで、明日余命散布、うん。そうで、ちなみにちゃんとチューブは末端まで水が来てることを全て確認した後に流してますんで、チューブ完成、はい、大丈夫だと思います。でも、まあ詰まってる、あ、でも詰まってるっていう可能性があるんですかね。もしかしたら出てない、あー、ちょっと確認しますね。いや、でも新品入れてるし、ちゃんと砂抜きしてるし、今まで冠水チューブが一気に詰まっちゃったってことないんだよな。でも、そっか、そうですよね、末端まで来てても実際水が飛んでるかってとこですよね。圧が弱かったりすれば出てない可能性もありますよね。そうか、そっかそっか。まあでも最初は株元冠水してましたからね、1日おきに。それで生育差出ちゃいましたからね。そう、そっからチューブ冠水はデコブ線虫対策で、そう、名前もう忘れちゃいましたね、1リッターちょっとアルコール臭のやつ流したりとかしてましたけど、ちょっと今度明日は無理かな、チューブ冠水するときにちゃんと飛んでるかどうか確認しますね。言われて思いました。まあ、ただベッドがしっかり濡れてれば、大丈夫だと思うんだけどな。そんなカラッカに乾いてませんので、ただ確認します。で、ヨウさんですね。根っこはしっかり伸びてるけど地上部が伸びてこないと。この先の終了で差が出ると面白そう。鬼は大変かもしれないけど、僕はここで勉強させてもらうと。もうやばいですね。ただ南側が順調なんで、またそこもあれなんですよね。微妙なところですよね。で、豊かちゃんですね。深上、地温が低いところに多冠水なのかと。最初の頃に寝込む対策で冠水20分してましたよね。あれが地温低下の最初の原因なのかと。それからもう一回やってますからね。真ん中のハウスの生育差は日当たりでしょうか。生育悪い方は南側のハウスの影ですか。見に行きたいなっていうことで、はい、この時期は影になります。太陽の通過点が低いんで、高いんで屋根が、北に行けば行くほど、はい、一番南側が良くて、それよりどのぐらい落ちていくのか、だから測ればいいんですよね、照度計で。同じ時刻に北南と中央と北をどんだけ明るさが起こってるのかってとこですよね。ちょっときついな。
結構もう3倍ぐらいの生育差です、はい、どんどん差は開いています。泣きたくなってきました。それから川野農園さんですね、サンラインは一つずつ買い物袋とかに入れて使うといいですよと、小さめの段ボールでもいいですねと、持ち運びも楽ですし使い終えればそのまま直せますというところなんですけど、あれ下が抜けてるじゃないですか、なんだろう、空洞になって、そこからタラタラタラってサンラインが出てきて、それが立ち悪いんで、そこをガムテかなんかでパッと塞いでやればだいぶ使い勝手良くなりますね。これ地元のダブルさんから教えていただいたんですけど、うん、それをやらなかったやつが結構立ち悪くなってました、うん、あとは今回はちょっと手間をかけて、ちょっとだけ残ってるやつとかがあったんですよね。丸屋根で1分だけだったんで、それもちゃんとやろうと思って、うん、でただ本当サンラインあれ下そこに、そこは穴が開かずに蓋してる状態で売ってほしいなと思いますね。はい、以上ですね。ちょっと今日はまとまらなかったですね。頭が動いてなくて、はい、ちょっとお聞き苦しい点があったと思いますが、本日も頑張ってまいりましょう。最初はピヨピヨじゃんけんチョキ。じゃあピヨさんこっちですよ。